はい、どうも松尾修造のこれ知ってますなんですけどね、行きますよ。どこへ行くねんちゅう話やけどね。それでは行きたいと思いますけど、この小村帰り、今日はね、小村帰りって皆さん知ってます？僕はちなみになったことないんですけど、なんか寝てる時にこう小村帰りってなんか痛くなったりするって言いますけど、小村帰りの、僕コブラ帰りやと、コブラ、あのね、蛇のコブラやと思ってました。ずーっとコブラ帰りと小村ですね、コブラ帰り。この原因っていうのはマグネシウム不足なんですね。寝てる時に急に痛いってなったりするそうなんですけど、体が硬い方や運動不足の方も原因もあるんですけども、その一番のあれがミネラル不足、マグネシウム不足っていうのを、関与しているそうなんですね。私もなったことないんですけど、ちょっと年に行くとなりやすいんですかね。小村帰りね、気づけた方がいいですね。松尾さんのこれかですね、小村帰りでございます。小村帰りじゃないですよ、僕はそう思ってました。どうもありがとうございました。なははは、古いこのなははっていうのがね、知ってるのが少ないんちゃうかな。